はい、テイルズ・オブ・ザ・レイズということで、ギルティ・ギアコラボということでね、レイズとギルティ・ギアという、ゲームがね、コラボしました。で、今回のコラボ、すごいボリュームがあって、まあ、いつもだったら、そのコラボの新キャラが1人、2人とかと、テイルズからのコラボ衣装とか、コラボ魔鏡を持ったキャラが、まあ、3人とか、そんな感じなんですけど、まあ、今回、なんと前編後編に分かれて、まあ、しかも、テイルズのコラボ魔鏡が合計で8枚もあると。で、新キャラ、コラボの方のキャラが2人来るんで、まあ、全部で10枚魔鏡があると。いや、えぐいね、今回。今回すごいボリュームのコラボなんですね。で、今、画面にいる、このソルっていう主人公かな、これ。ギルティギアね、自分は見た目おかしいな。キャラとかは見たことあるんですけど、実際にプレイしたことがなくて、で、しかもそんなにとか、ほぼ知らないんで、全然語れないんですよね、ギルティギアについて。で、まあ、とりあえず多分こいつが主人公なんだと思います。で、まあ、もう一人、女のキャラ、それがヒロインかどうかは知らないですけど、が、多分後編に来るんですね。で、前編でこの主人公みたいなやつと、こっちのコラボの魔境、まあ、パティ、ディスト、コングマン、アリスが来ると。で、まあね、まあやっぱガチャ、あんまりね、このコラボ知らないけど、やっぱガチャは回しとこうということで、で、見た目がね、結構好きなんだよね、こっちの。パティとか、パティだって通常魔境しかなかったよね。パティとか、多分こいつら全員通常しかなかったよね。コングマンとかあったっけ、季節とか。普通に、ね、このコラボ、アリスとかも見た目結構好きだし、ディストとかなんか、不気味さが増してるしね。まあ、こいつらが出てもいいなと。で、とりあえず主人公をまあ全然持ってないんですけど、まあこっち引こうかなと。今回ね。で、とりあえず、まあ前編後編あるんで、まあ今ね、ダイヤ1300個あるんで、まあとりあえず1000個。なんで、50連をね、コラボ魔境の方を回していこうかなと。まあ、テイルズコラボ魔境の方を。で、まあ、主人公もやっぱ欲しいけど、まあ、主人公は、まあ、ダイヤ、余ったダイヤで、まあ、魔境が一枚出てくれればいいなぐらいの気持ちなんで、まあ、とりあえず、ちょっとこっちがいいね。一番、パティ欲しいね。このパティの見た目めちゃめちゃいいよね。ただ、この中のキャラが実際何のキャラを演じているのかが全然わからないけど、全然わかんないけど、こいつらが欲しいと。まあ、出れば、こいつらの衣装がもらえるし、で、コラボ限定の秘技もあるし、ということで、まあ、とりあえずどれが出てもいいんですけど、で、まあ 1% と。で、まあ、通常魔境がね、また出るからね、その、抜けてくるのが怖いけど、まあ、とりあえず、今回、こっちを50連回して、で、まあ、まだ無料回してないんで、まあ、どうしようかな、先にこっち回す？とりあえず先にこっちを回そうか。一回回します、こっちを。もうこっちに関しては、ほんと魔境が出てくれたらいいな、ぐらいの気持ちです。いや、まあ、ほんとね、この作品を知っていたら、おい、待って、割れた。赤か。まあ。顔、濃いね。ナイトレイドボルテックス。長い。背徳の炎を恐る。いや、わかんないんだよな。このキャラの背景がわかんないから、まあ、ちょっと主人公、魔境だけ出てくれたら嬉しいな、この無料10連で。お、赤か。まあ。赤1枚確定。赤が割れたらもういいな。まあ。最悪、主人公ともう一人の後編で出てくるキャラは、まあ、ステップアップを最後まで回して、確定魔境だけ取って、撤退しようと思ってるんで、まあこっちが本番だな、とりあえずね。今回のイベントは個人的にはこっちのキャラが欲しいです。よし、行くか。1番パティアリスディストコングマンかな。うん、
いや、パティ欲しいな。通常マキオも確か持ってないからパティ。よし、いきます。1回目。あー、にじらない。競争でもいいんだよね。おお、競争あるね。競争でもコラボの競争なら、てかもうここでコラボの競争当てとかないともう多分出ないんで、またコラボするまで。はい。おお、割れた割れた割れた。誰？うわ、え、これ普通じゃね？通常マキオじゃん。フラね、こういうことがあんのよ。これ持ってる、持ってるよね。これがあるから怖いんだよな、コラボ。コラボマキオだけを入れてほしいんだけどね。一回戻る。一回戻って、ここの画面で回す。よりにもよって通常コングマン出る？うわ、全部青。もうスキップする。お、割れた割れた。来い。赤以上来るよ、これ。コラボ、コラボ？通常じゃん。でも持ってはないと思うんだよ。持ってはないけど、いやいやいや。なんかコラボだよね、これ。コラボマキオと競争が出るガチを回しているはずの、噛んだね。もうダメ、もうダメだ、ダメ。これ、もう噛んだらダメだよ。うん。いや、もういい、回そう。もう回す。ああ、ダメだな。とりあえず割れてくれ。割れない。来い。割れた。オッケーオッケーオッケー。赤赤赤。コラボ来い、コラボ。おお、来た来た来た。いいよいいよ。この勢いで魔境も。ああ、来ないか。イルサ、ん、何、イルカさん横横。ヒギで縦に変化ってどういうこと？まあ。とりあえず1枚は出てくれた。よかったよかったよかった。あ、いいね、いいね。このイルカが実際出んのかな。あえてコングマンの画面で回す。魔境が出てほしいな。ダメだな。おー、全部青。来いよ、来いよ、来いよ、はい。おい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 。いや、ちょっと厳しいかもしれん。いや、もうここはもうあえて連続でいく。もう50連目か。お、オッケーオッケーオッケー。よかった。よかったよかったよかった。さすがに50連回して魔境通常コングマンで終わりましたとかはちょっと悲しすぎるから。よし、いきます。おお、いいぞ。赤か。これは通常だな。これはこれも通常だな。いや、なんで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 。そんなに通常ばっかり出る。のなんこ、いや、まあ、うん。あ、これ食らってんのディストじゃん。なんでこんなコングマン祭り。なんなんだろうな。しかもこっちも通常でしょ、これ。これも通常でしょ、これ。ちょっと、うん。ちょっとなぁ、ご、いや、どうしようかな、60連回そうかな。さすがになんかやりきれんよね、この結果は。コラボの方が高いでしょ？ 0.25 とかでしょ？こっちも 0.25 でしょ？意味わかんねえよ。なんで？もう回そう、回します。もう回す。ほんと頼むよ。まあ。おー、いや、まあ赤はいいんだけど、でも頼むからコラボで会ってくれっていう。いきます。お、オッケー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 。おお、これパティじゃない。お、よかったー、よかったー。いやー、コング祭りで終わると、コング祭りで終わるかと思った。いや、マジでよかった、パーティー来てくれたね。いやー、いや、マジでコングマンだけで終わる。
いやでもまだ一応競争はまだ1枚あるよね。まだ割れるかもしんないし、あ、そっか、衣装もゲットできるから、あ、いいね、わ、いいね、これ割れろ。いやマジでコングマン完全体になったってなんでコングマンこんな揃った、このガチャで。ガイガンダー回、周囲に放電しゆっくりと進む雷壁を展開する日々。コングマンキモいな、もうすごいわ、ここまで出るとすごいよ。でもとりあえずパティ出てくれてよかった。いやこれが一番、いやマジでパティ出なかったらもうちょっとね、泣いてたいやまあ最悪ね、60連回してやっぱコングマンでもいいんだけどね。だってコングマンの通常マッピョもゲットして、通常競争もゲットして、てか競争がね5枚ぐらい出たのに、結局まあパティとコングマンのまあコラボ競争が出たからよかったなっていう。まあで最後にね、まあコングマンもそうだけど、やっぱパティが出てくれてよかった、一番狙いので。多分コングマンこのガチャ一番強くなっただろうね多分コングマンがこのガチャで一番強くなった。まあギルティギアコラボまだ前編でね、後半もあるんで、まあ後半のガチャが来るまでにまあたまるか分かんないけど、ダイヤをね、できる範囲で、まあ、5、600個ぐらい貯めて、まあせめてね2、30連ぐらいはできるようにしときたいと思います。では今回はここら辺で、ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。